はい、では続いての問題に行きたいと思います。うん、はい、でん、加賀すみれが最近ハマっている食べ物は何でしょうか。1、パンツ、2、ないよね、アイスボックス、3、冷やし中華、4、すべの。さあどれでしょうか。アンケートお願いします。私的にはパンツかな。あのね、もうこれは、うん、まあ、リスナーに言っときます。マジで振りじゃないぞ、うん、振りじゃないからね。本当に振りじゃないから、ちゃんと真剣に考えましょう皆さん。振りじゃないです。すごいすごい、パンツの勢いすごい。すみれ、もうこれ振りじゃないです。これそれでもうこれ見せてもらった時なんでこれにしたって、もうハテナがたくさんですよ、うんうん、こんなのみんなわかってるよな、うん、人間ですよ、スミレは一応、うん、何を、うん、はい、好きな食べ物ですからね、これ最近のハマってる食べ物を理解しているリスナーですよね、さすがにね。わからないなんてことはない。みんなちゃんとそれ正解狙いに行ってますか。これ正解狙いに行ってないでしょ。はい、ということでじゃあ正解表示しますね。正解はスミレさん何ですか。はい、2番のアイスボックスです。はい、パンツではありません。すーちゃん、なんで最近ハマってんの。え、なんか暑くなったから、うん、体冷やしたくて食べてるアイスボックスをよく。あー、そうなの。はい、じゃあ続いての問題いきましょうか、サクサクと。はい、次の問題です。ドン。はい、3問、くるみのあの得意料理は何でしょうか。1、目玉焼き、2、卵焼き、3、オムライス、4、カップラーメン。はい、どれでしょうか。じゃあみんな、リスナー今のところ正解なしだからね、ちゃんと当てに行ってね。そう、当ててくださいよ、ちゃんと当ててください。これはちゃんと当てて ね、うん、でも多分、配信で言ってるよね、うん、これは。あ、これスミ知ってた。私は聞いたことあった。あ、そうなんだ。うん、配信で言ったことあるんじゃないかな。なんか私聞いたことある、これは。正解は。じゃあ、くるみのことをよく知ってる人は、うん、ちゃんと答えられるんじゃないんだろうか。カップラーメンがあまりにも多い。くるみ、料理ができないと思われている。くるみは料理ができますよ、ちゃんと。できますよ、ちゃんと。あ、ヒント言っちゃった。あ、まずいまずいまずい。あ、まずいまずいまずい。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、でもこの覆すことのない、うん、もう4カップラーメン、うん、もうダメだ、もうカップラーメンに負けてる。51%、半数教えてる。カップラーメンがグルメの料理できるんですよ、皆さん。はい、そんな。ということで、正解はですね、正解は2番、卵焼きです。はい、知らなかったのかな、みんな。いやー、低かったですね、パーセント。なかなかに。